回は桃山文化の2回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して考えましょう。はい、どうぞ。ではいきます。まず絵画ですね。巨大な城郭の襖や屏風、壁に絵が描かれたとあります。まあ簡単に言うとお城ですね。お城の建物の中に描かれた絵を全体的に何というかということです。答えは障壁画と言いますね。では続きです。狩野永徳がすごく有名ですね。で、豪華な金碧障壁画と言います。で、この金碧障壁画とは何かというと、ここ金とありますけども、金箔の上に絵を描いてます。すごいですよね。で、そういった絵を何というか、答えはダミ絵と言いますですね。金箔の上に絵を描くんですよね。なんかすごい濃そうですよね。そんなイメージで覚えると覚えやすいかもしれません。で、この狩野永徳の有名な作品ですね。で、唐獅子図屏風というのと、もう一つあります。答えが洛中洛外図屏風と言いますね。この洛中とかっていうのはどういう意味かというと、京都っていうんですね。この場合は都を指します。で、この唐獅子図屏風、これも非常に有名ですので、ぜひともこの2つネットなどでその検索して図を確認しておいてください。では次です。ここですね。南蛮人や南蛮船などを題材に描かれた絵を特に何というか、答えは南蛮屏風と言います。では次ですね。ここです。1やりましたね。障壁画を中心に活躍した人物で、開北派の祖となった画家の名前を何というか、答えは開北優勝と言います。で、同様にその下ですね。同じく障壁画を中心に活躍しました。こちらは長谷川派の祖ですね。じゃあこの人物を何というか、答えは長谷川等伯と言います。で、この長谷川等伯の作品で有名なのは、この水墨画ですね、のこの屏風なんですけども、答えは松林図屏風と言います。で、この屏風もすごく有名ですので、ぜひともネットや図録などで調べてどんな絵なのか見ておいてください。では最後ですね、工芸になります。焼き物ですね。伊万里焼とも言います。で、肥前鍋島家で始まりました。肥前というのは今でいうと佐賀県に当てはまりますね。で、後に輸出されてヨーロッパでも大好評となった焼き物です。それを何というか、答えは有田焼と言います。今回はここまでです。